馬場さんは立憲民主党のスキャンダル追及をものすごく激しく嫌っていますね。どうしてなんです、馬場さん？どうしてもこのスキャンダルを追及する、上げ足を取る、審議を妨害する、審議を止める、もう全く同じパターンの繰り返しなんですね。私はそれがその戦う与党、野党ではないと思いますし、全く良くなっていないというふうに思うんですね。もうパターンが同じなんで、与党側、自民党側から見ると、あ、ぼちぼちこういうこと言ってくるなと、だからこういうふうに返そうと、もう筋書き通りに動かされているというのが、私は今の立憲さんじゃないかなと。スキャンダル追及くだらないっていうわけですが、今馬場さんは堺市の社会福祉法人の乗っ取りスキャンダル抱えている。スキャンダルは政治、悪い政治で必ず出てくる。たくさんあるものが溢れ出てくるんです。ロシアなどのオリガルヒ、あれと同じものが安倍政治で噴出しましたね。安倍政治のオリガルヒ、ネトウヨに小学校をただ同様で払い下げる。安倍のオリガルヒ、葛西敬之、リニア新幹線に3兆円の不正な財政投融資。リニアは実は20兆円かかるって言うんでしょ。自民党は悪いこと、ひどいことをしているからスキャンダルは必ず起こるんです。大阪維新、第二自民党というのですから、たくさんスキャンダルが出てきますよね。立憲民主党は自民党、第二自民党ともオリガルヒのスキャンダルを許しません。大阪維新の身を切る改革という目くらまし。はっはっはっは。市長の給料をカットするとか、議員の定数を減らすとか、ちっちゃな、ちっちゃな目くらましの改革。リニア新幹線の20兆円、こういうバカなものを見直す、こういうのを改革というのです。